ハマってないよね。テレレレレンみたいな音楽が流れてないけん多分違うんよね。よいしょー。あー待って、あ落ちるって、そっち行ったら、あー落ちたんですけど。ねえ落ちたよ。私が入っても意味ないよね。え、これは、あー危ねえ、落ちよったえ、これはさ、どうやったらまたあの弾が流れてくるようになるん？なんかさ、あんだけ大量に流れよった弾がもう何一つ落ちてこないんだけど、あっち側？あっち側は別に関係ないんかな？ちょっと向こうにも登ってみようか。よいしょ。押し出す力。押し出すような道具なんかあった？何やったっけこの、あ、そうそう、シーカーストーンに押し出す。とりあえずアイスメーカーでなんか壁を作ったらいいんかな。こっち別に何も関係なさげやね。ここの真ん中、ここも別に何も関係ないよね。違う。このさ、マグネキャッチは？マグネ。別に何もできんよね。あの玉。いや、あの玉持ってこれんよね、多分。ちょっと待ってね、もう一回。今、パラセールを開いた意味ね。何にもないけど。マグネキャッチできませんけど。あ、すげえ、めっちゃいっぱい穴ある。めっちゃいっぱい穴あるよ。え、でさ、どうやったらもう一回出てくれるどうやったらもう一回出てくれる。なんかこれ打ってみたりとか。あ、動いた。リザルボーが壊れそうらしい。もう一回入り直さんといかんのかな、これやり直しの際は。やり直しの際は。うん、そういうことかもしれない。じゃあちょっと一旦戻るね、私。はい、来た。お、いっぱい弾が流れよるぞ。これで押し出す。あ、ここで止めて。あ、ちょっと待って、怖い。ここで、ビタロックとかでこう。違う。ビタロックとかでさ、この辺で止めて。ほんで、こういうことじゃないの。ああ。待って、衝撃がそっちじゃないの。ああ、死ぬ。ね、さっきのあの弾どうなった？はまった？私死んだけど。そっか、後ろから来るんだな、いっぱい。後ろからの、自分で与えた以外の衝撃も効くのか。え、ダメじゃん、それ。それよろしくないじゃん、ホットミルク。どうするの？ビタロック使えないけど。は、違うわ。ビタロック、はい。はい。あー、なんか、できそう？一番、あー、怖い。これで、いや、もうひたすらあっちに行ってもらうようにするしかないでしょう。ああ私が超ダメージ受けてる。やべえ、超ダメージ受けてる。マックスラディッシュ。なんなのこれ、もうどうやればいいの。
アイスメーカーはアイスメーカー、アイスメーカー、これを使って、なんかこの辺にもうちょっとさ、ほら壁を、あれってぶつかったらどうなるの？あ、ぶつかっても壊れてないよね。壊れてないってことはこれでやっぱりなんか制御できるじゃん、制御できるじゃん。はい、ここにもう一個作ってみたりとかして、どうなる。あ、怖い。これで進路を変えていけばいいんじゃないだろうか。どうやったら変わるんだこれで。これでどう変えれるんだ。ここにもちょっと作っといて、だって要はあっち側にやらんといかんってことやんか。この多分このさ、くぼみとかも関係あるんじゃないかな。あ、これあれ、ちょっと待って、そこのビームが関係あるかどうかわからんけど、とりあえずちょっとここにさ、もう一個作るよ。作ってこれでもう押されてもこっちには流れないわけでしょ。ほんでこれで これにビタロック、これでさ、ああーちょっと待って、危ないって、私が敷かれるって、そっちじゃなくって、しかも、あー私のやりたいことわかる？このね、くぼみのところを飛び越えさせたいんよね。リトライ、ちょっとアイスメーカー使って進路を変えよう。なんかちょっとだけできるような気がしてきた。ちょっとだけね、見よる人らからしたら全然できそうな感じしてないかもしれんけど、私的にはなんとなくいけそうな気がしてきたんやけど、どうよ。またあれかな、全然正規の方法じゃない方法でやろうとしよるかな。でもほら、可能性はいっぱいあるということよ。はい、とりあえずここに、あ、これアイスメーカー使ってここで、いや、できんのか、ここでさ、あれやっぱできんのか、こう玉を、持ち上げるとかは無理なのか。今一瞬ちょっとあーって思ったんやけどなー。で、ちょっと、あう。あう。ここに作って、これで来れなくなったでしょ。 OK からの、これでもう私の身の安全は確保された。はい、そしてビタロックで、はあはあと、これで飛ぶでしょ。どう？越えねえ。なんだって、越えないぞ。ちょっと待って、もうちょっとそっち行って、そっち行って、そっち行って、もうちょっと勢いが必要やったかな。ギターロックね。で、どうよこれで。超飛ぶと思うんやけど。怖っ。で、怖っ。いや、最後の最後。何？ここから来たんか。ちょっと待ってね。アイスメーカーをちょっともう一個だけ。どの辺よ、この辺か。作れねえし、作れないし、もう当たらないことを祈るしかないということかな。はい、ビタロック、こっちじゃないな、もう、あー違うって、もうちょい、ちょっと方向が違った。でもほら、そういうことやろ。あれ、こっから上上がれるやん。見て、上がれた。ね、上がれたよ。はまってないよね。テレレレレンみたいな音楽が流れてないけん、多分違うんよね。そんな音楽やったかどうかわからんけど。とりあえず、ちょっと待って。じゃあ一旦そこのアイスメーカー。
旦そこの壊すね。で壊して邪魔だ邪魔だ邪魔だ、どんだけ来るの。はい、そしてまたここに作る、来んな。 OK、 これで次に、あ、何何何今の、この弾に敷かれたの。いや、きっとできるはずだって、さっきちゃんと吹っ飛んだよ。ちゃんとあの弾、あっこの何仕切りを飛び越えていったから、あれだよ、あの方法だよ、あの方法で、あそこにポンって乗ればいいわけやろ。よし行こう、よし頑張ろう。ということでまた、よいしょ。怖いな。はい、アイスメーカーで、はい、あ、今のほら、ああいう感じでさ転がってくるのをっていうのもやっぱりできるんじゃないかな。どうだろうかな。まあ、とりあえず私はこの方法で行こうと思うので、はい、違う違う、はい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 、ちょ最後の最後で違う方向にしないで。あ、これであっちにも作っとかんといかんね。これであそこにもアイスメーカーで氷作っとかんといかんね。ということは、よいしょ、これで転がらんのかな。もう一個ここに作っといた方がいいんかな。こういう感じ、これで大丈夫かな。よし、ってことでここで、さあ次こそ準備は万端。あ、まっすぐじゃないこれ、全然まっすぐじゃない。どう、あ、この場だし、あ、それちょっと動きすぎなんだけど、ちょっと待ってね。あ、その辺その辺、あ、止まって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 、行きすぎじゃないちょっと。あ、落ちそう、そんな微妙なところで止まられても困るんだよね。あ、そうそう、ちょっと戻ってきて、若干戻ってきて、そこぐらい、もう当たらん他のやつ、なんか微妙に当たりそうじゃない、大丈夫かな。よし、自分がどこにいるのかがわからん。どうこれで、はい、流れない。よし、これで、これで危ないな、多分もうちょっとしたらそこから押し出されてくるんやろ。よいしょ、よいしょ、うお、つ、潰される。ちょっと待って、体力体力、よいしょよいしょよいしょ、ちょ自分の視点が、今こういう状態なわけですよ。あ、ここからもうあれじゃない、ビタロック、そしてこの辺りかな。あー、あとちょっとやった、くそー、あとちょっとやったんかな。てかなんで止まったのあれ、なんであっこ止まってんの。さあもう一回だ、もう一回だ、どのぐらいまでできるんかな、これぐらいまで。ちょっと待って、怖いんだけど、壊れたよね多分。あ、行った、行ったやん、やった、イエーイ。これ正規の方法ねえねえ、
何？え、行ったよ。え、何？行ったよ。え、行ったよね。これでどうすればいいの？開かないの？え、なんで開かないの？向こうのボールにもなんかあるの？え、それとも向こうのボールをこっちに運ばないといけないとかそういうことないよね。なんだなんだ。なんか非常に溜まっているけれど、ちょ、とりあえずこのアイスメーカーで作ったやつ壊そうか。はい。さあ一気に流れ出し、でもここはやっぱり止まったまんまなんだよね。あ、怖っ。冷え、怖っ。あ、流れ出した流れ出した。これで、ははやべえ。全然超えれてないっていうね。こっちから行った方がいいか。こっちからちょっと時間を見てね。ちょっと待って、しゃがまないで私。しゃがまないで私。怖いな。まだまだその辺からいっぱい降ってきそうな。よいしょ。やっぱり、え？これを動かさないといけないの？え？どうなの？その辺。とりあえずちょっと、アイスメーカーを使うよ、ちょっと。はい。でもあっこはめたんやけどな。押せねえ、くそ。え、押せないんすけど。これをやっぱり転がしていく必要があるのか。じゃあこの大量に流れてる玉は何？え、この大量に流れてる玉は何だったの？ただの障害物ですか？確かにこの玉とは全然違うけどもさ。ちょ、待って。いや、ちょっと待って。全然、はっはしか言ってないし、上がれてないから。だってこれをさ、何やってんの私。これを押し出すとして、だから、ちょっと待って、助けて。これを押し出すとして、え、またここからあのビタロックの旅が始まるの？どこだ私は。これ多分方向的に違うんよね。あっち側に行った。なるほどね、あっこに行く。え、あっちに行って、よいしょ。え、でもこっから転がし、ほら多分光よるけんこれやわ。光よるけん多分これやわ。え、でこっから転がしてったら、こう行ってそこで止まってくれるんかな。あ、でも普通に押していけばいいってこと？じゃあちょっと一回こう転がしていくよ、この玉。あんまり左に寄らんように。はい。え、これ普通に転がせるの？ビタロック使ってじゃないと転がらんとかそんなことないよね。そう、さっきまでのあの苦労は。なんなんこれ、つかめんの。あ、やっぱりビタロック使わんかったら転がらんやん、これ。はっ。やっ。そこまで飛ばす必要なかったかな。転がせばよかったかな。普通に。あー、でも普通に転がっていきよるわ。大丈夫なんだろうね。止まってくれるんだろうね。え、落ちましたけど。
へ？ああ、元に戻っている。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。